さつきチャンネルをご覧の日本全国の皆様こんにちは。参議院議員で前内閣府特命担当大臣の片山さつきです。まずは冒頭ですが、もう大変悲惨な線状降水帯の事故が起きております。お亡くなりになった方のご冥福を心からお祈りしますとともに、コロナでも全国で最前線で戦っておられる方がたくさんいらっしゃいます。ご家族がご帰省になられた方に心からお見舞いを申し上げますとともに、私たちも責任を持って皆様と共に戦い、災害にもコロナにも打ち勝つ体制を作っていくことをお約束を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。ということで、この非常に重い課題を抱える毎日に、まさに刮目の素晴らしいゲストにお越しをいただいたんです。それも全く偶然の新幹線の駅での出会いから作家の阿部龍太郎さんです。信長もゆほか大変な大作を次々と書いておられる直木賞作家です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今日はお呼びをいただきましてありがとうございます。1ヶ月くらい前にある経済番組に出ました時にね、コロナ対策で私何が日本の低成長をここまで長引かしてしまったかという問いに対して、日本人がもともと持っている DNA オリジナリティ、実は外に向かってかなり打って出る、そして大胆な発明や改革もできる日本人だと思うんですけど、その例として信長のことを言って、信長が幕府を作ってたらどうなったでしょうと、でも実際には大変苦労に苦労した家康が作ったんですけどねと、でその時に楽市楽座のことも思ったし、その多くの、まあ、彼らの時代の規制改革ですよね、農村お米主義からこう一挙に変わって商業主義、独占されていた営業権を広く商人に開放したとか、まあ、革命時だったと思うんですが、で信長にもすごく惹かれ、その後の秀吉も面白いし、家康のことは政治に入ってから15年忘れたことないんです、だから先生とどうしてもお会いしたいと思ったのは、まあ、私がいつもお財布の中に入れて回ってるのは家康の座右の銘なんですよね。重い荷物を背負ってるの、はい、まあ、そして先生の最新作にもあるんですけど、これ絶対今の世の中の疑問が解けますよね。なぜ信長が本能寺であの日に殺されなければならなかったか、翌日は将軍になるのか、あるいはもっと上になるのかを選べる日だったんですよね。はいはい、そうです。太政大臣か関白か将軍か、いずれの職でもついていただきたいので、ぜひ上洛してくださいっていうふうに、言って京都に呼び出されたわけですね。で家康は当然もう将軍になるつもりでした。それはなぜかと言いますと、実は鞆の浦っていうビンゴの鞆の浦ですけど、あそこに足利義昭が将軍として権力を振るってた、二重構造だったんですね。そうなんです。信長と、そうなんです、足利家と、まさに安土の信長、鞆の浦の足利義昭、で東国対西国の対立構造になってたんですね。それを毛利輝元とか長宗我部元親とかが応援して、だから足利義昭の力もまだ将軍として厳然としてあったわけですね。で信長が将軍になった瞬間に足利義昭の将軍位は剥奪されますから、それはもう完全に一元的に支配できるっていう大義名分を得ることができたわけですね。それで、でそれをやらせてはならぬっていう勢力が本能寺の変を引き起こしたっていうのが実際なんですね。それはだから将軍家と、それから光秀と、はい、あとはそれから朝廷の中でですね、太政大臣まで務めた近衛前久という、なんか大変できる人みたいな、はい、もうだったみたいですね。この人はね、信長と匹敵する天才です。信長にも家康にも鷹狩りを教えてるような人。それから筆を取らせたらですね、近衛流っていう書道、
書道の達人なんですね。うん、それであのこの絵ですか、五石家の。そうです、五石家筆頭のこの絵です、うん、だから、例えばこの絵文麿さんあたりのご先祖にあたるわけですね、うん、まあで結局そこで信長は、まあ、自分の思ったことを実現する前に、うん、ついえたんですけれども、秀吉がものすごい勢いで戻ってこれたと、うん、はいはい、そして相手の毛利とも和睦ができて、うん、でそれは実は黒田官兵衛、はい、あるいはキリシタン系の方々が動いたと、はい、これはですね本当に、実はこの間 NHK の、うん、NHK スペシャルで戦国というのを2週間にわたってやりましたね。はい、はい、拝見をいたしました。ありがとうございます、はい、あれで結局、キリシタン勢力とかその背後にいるポルトガルとかスペインが、どのような方法で世界征服に乗り出して、どのような方法で、日本の、植民地化を目指したかっていうことが随分詳しく紹介されましたけども、ちょうど本能寺の変の当時の日本にもですね、うん、信長はそれまで積極的にイエズス会を保護して、うん、ポルトガルとの外交関係を樹立して、それで南蛮貿易を活発にすることでですね、まず商業的な利益を得るというのと、軍事物資、鉄砲を撃つ時の火薬の原料になる硝石とかですね、うん、鉄砲を撃つ時の弾、鉛玉の原料になる鉛を輸入するっていうような、うん、この政策を取っていったわけですね、ですから当時キリシタンと言われる人たちが30万人いただろうって言われてるんですね。日本の人口当時何人ぐらい？大体ですね1000万弱だと思います。 3% なんですね。すごいわ。それはいやそれでね、その30万人のうちの例えば10万人がですね、戦闘能力、いわゆる武器を取れる人だと、まあ、3分の1だとすれば10万人ですから、この10万人の軍勢を持ってるっていうのとほぼ一緒なんですね、うん、それでこれはイエズス会はそうなんですが、もともとローマカトリックがですね、イベリア半島をイスラム教徒から解放するための長い戦いですからね。そうなんです、デコンキスタって言われるね。もう先生はフランスに留学なさってたから、そういういやヨーロッパなんてその後ばっかりですよ、うん、あちこちに。そうですよね、だからよくご存知だと思いますが、こうレコンキスタによって十字軍がイベリア半島行ってポルトガルっていう国を建国して、うん、それからスペインという国を建国するんですね。だからスペインが実は建国されたのは1492年なんですよ、うん、だから随分新しい国なんです。その通りですね、うん、で彼らはそこでイスラム教徒をレコンキスタによって追い出した余生を買って大航海時代に出ていくわけなんですね、うん、で片やスペインはコロンブスを支援してアメリカ大陸を発見させる、うん、ポルトガルはバスコ・ダ・ガマを支援してですね、アフリカの希望法を回ってインドのゴアに到着していく、うん、そして世界を植民地化していくわけですね、うん、その流れの中でポルトガル人の日本への来日、鉄砲伝来、それからキリスト教の伝来ということが起こるのでね、うん、この世界的な視野で戦国時代を捉えないと本当のことが見えてこないっていうのが、まあ今ご紹介いただいた僕の本の趣旨なんですけどね。いや私はそこはずっとその学生時代ぐらいからポイントだなと思っておりまして、うん、まず我々が教わった頃からその宣教師は宗教だけを教えに来たんではないということは、うん、まあ、分かってというか書かれていたんですが、うん、その出てくる歴史やはり聖書どころではなかったと、うん、いうことの中で、で日本人はなかなか賢くて強いから、うん、まあ、日本人をうまく使ってね中国大陸に行こうと、うん、そうです、まあ、そういうことを当然考えるわけで、ポルトガルもスペインも相対した人口がいませんから連れてこれないわけでね、うんうんうん、
でそこの時点でだから我が先祖を誇るべきなのはそれだけ強く賢い日本人で、うん、あっという間に鉄砲も改良しちゃったと、うん、それであったからこそ飲み込まれなかったん で、うんうん、でそのことを当時分かっていたリーダーがいてその頭目が最初に信長だったと、うん、こういうことじゃないんですか、うん、そうですね、いかにそのいわば大航海時代っていうねグローバル化の時代に、うん国づくりをしていくのか新しい国はどうあるべきなのかっていうようなことをもう着実に政策的に実行していったわけですね信長は。いやですからその基本は全部秀吉にも徳川家康にもしっかり、うん、つまりこの国を一つにまとめて征服されない、うん、しっかりした平和な国家にしなければいけないということをこの三大偉人は、うん、そうです頑として守った、うん、やり方は少しずつ違ったけども、うんうん、それは外圧のかかってきた方が違ったからということではないかと思うんですよ、うんうん、そうですねその時によって直面する課題が違うわけですよね。そうですね。だから信長はまず、最初の創業者ですから、うん、それで秀吉は信長の突然の死によってそれを継承する形をとって天下統一を成し遂げた、うん、でその天下統一を成し遂げた後に実を言うとですね、うん、秀吉の政権にはかなり根強くキリシタン勢力とこのスペインが食い込んでたんですね、うん、この間の NHK スペシャルでもそこは描いてくれましたけど、そうするとですね、まさに先生がさっきおっしゃった日本の軍勢を使って民国を征服するんだっていうスペインのあるいはイエズス会の当初の目標に沿った行動を迫られてきたわけですね、うん、で秀吉はですね九州征伐をした段階でそのことに気づくわけです、うん、でこのままじゃいかんっていうんで一旦宣教師バテレン追放令というものを出します。つまり彼らにキリシタン勢力キリシタン大名たちが牛耳られるのを防ぐためには、うん、いわゆる宣教師たちを追放して自分の命令に従うようにしなくちゃいけないっていう課題に直面したわけです。でところがですねこれがうまくいかなかったのはバテレン追放令では商人の往来は従来通りであると、うん、南蛮貿易は今まで通りしてちょうだいねって、それでキリシタンを全面的に禁止するんじゃなくて上司の届け出せにしたわけですね。それでなんとか折り合いをつけようとしたけども、結局南蛮貿易を制限されたら軍事物資も入ってこない、経済的利権も入ってこないわけですから徐々に緩めざるを得なかったんですね、うん、それで豊臣家の中に緩めるべきだっていう主張する石田三成とかの、うん、ああいう官僚派の人たちがいましたから、うん、そこで、朝鮮出兵という形になだれ込んでいくわけです、うん、私は片山さつきは結婚して30年前に片山さつきになったんで、本名というかその名前生まれた時の実家は友永でありまして、朝永でありまして、この家は、キリシタン大名だった大村家の家老なんですよ、うん、大村住忠が、佐賀から佐賀の多良山というか佐賀の平原から大村に出てきた、今の大村市に出てきたお城を作るわけなんですね、うん、そこの時に突き従った七本槍の一つがうちなんですけれども、阿権法師という僧侶でもあったんですね、うん、でこの阿権法師がルイス・フロイスに会っていて、ルイス・フロイスの日本記日本史に出てくるんですよ、うん、すごいですね。でその当時の九州の北半分の大僧侶のような人であって、その、まあ、まさに武蔵坊弁慶のような、うん、まあ、彼は武蔵坊弁慶とは書かなかったけど、この異常部で、うん、かつ武将でかつ僧侶という人で、いくら説得しても改宗に応じないと、うん、である日
タラさんが焼かれるんですよ、うん、あのいっぱい焼いてますからキリシタンは、うん、1500年代にあれタラさんっていうのはもうあの大村地方の比叡山みたいなそうですところですよね比叡山ですで、うん、だから比叡山を焼き打ちされたんですけど、うん、ちゃんとその大村の殿様はうちの先祖に焼かれるぞと教えといて、うん、あのご本尊を抱えて逃げてるんです阿呉帽子は、うんうん、で焼けたのは寺だけで今その寺とはあの別 の, あの法人格を持っているであろう別の宗派の寺が下の方にあるんですけど、うん、タラさん自身はその山自身が、まあ、その当時は神仏混合だから、うん、その一体のようなものだったんですが多分そのうちの先祖だけ回収してないんですよキリシタンに、うん、だからその江戸幕府になって鎖国になった時に、まあ、人家老になりやすかったということで、うんまあ、ずっとその戸様の間江戸時代を耐え忍ん で,、うん、で私のひいおじいちゃんは大村三十七子の4人右から4番目の一人でその大村の藩の藩校の校長先生なんですけどこの三十七子がみんなで耐え忍んだ徳川幕府に反抗しましょうっていうんで明治維新で薩長土肥について、うん、で勝ち組になったんで、あのうちのおじいちゃんは、まあ、その息子ですけれども、まあ、陸軍士官学校その辺はもうみんな割に偉くなって、うん長岡安太郎とかみんな大村のあの辺から出たどちらかというと理科系の明治理研を独占した、うんまあ、割に優秀な地域だったんであの大村を何回も訪れ長崎を訪れるとですね江戸幕府がいかにちゃんとしてても、うん、ちゃんと鎖国できるはずないなと私昔から思ってたんですよ、うんうん、そしたら、まあ、今は鎖国ではなくてまあ、条件付き貿易だったことになっているので、うんはいはいはい、でしかも相手は不況を条件としないオランダと明ですから、うん、明から清ですから、うん、まあどうってことはないわけですよだから貿易と情報の独占をやってただけですよね、うん、そうです、そうです、徳川幕府はまさに管理貿易ですよ、ね、管理貿易してただけですよ、ねうん、それで結構ねあの出島だけとかって言われるけど、うん、出島の他に対馬もやってましたし、はい、それから蝦夷地もやってたんです、だからあの必要なものは入ってくるように情報とものは入ってくるようにちゃんとルートを開けてたんですよね、うん、だからそこがあのいかに西洋列強が強いかが分かっていて、うんでまあ、スペインと組む話もあったけどスペインはイギリスに負けて、うんうん、あの艦隊のほとんどを、うんまあ、失ってるからスペインと組んで行く野望もないし、うん、そういう時に、まあ、我が先祖の日本人たちは、うん、まず日本列島を固めようという戦略になったわけですね、うんうん、おそらくはもうその当時の人口がだいたい1000万人ぐらいですから、はい、もう日本列島というものがあればもう十分みんな幸せに暮らしていけるんですよね、うん、それで海の幸は豊かだし山の幸もあれば水田地帯もかなりあると当時は銀も金も取れましたからねまだ、うん、そうですそうです石見銀山とかね、うんうん、佐渡の金銀山とかがありますからすごくね管理の仕方統治の仕方さえ良ければみんな幸せに暮らしていけるじゃないかっていうのがですね実は徳川家康が目指したことなんですね、まあ、家康は人質今川家一時は織田家にもいたし、はいまあ、秀吉ともまあライバルというのか年は違うけれどもいろんなことを見た末選んだ結論としては私は浜松に今でも選挙 の, 政治の地盤の一つを持っているので、うん、よくわかりますしあそこに16年か17年いたんですね、うんうん三方ヶ原で大変な目にあって、はいはい、小豆餅で、はいはいはいね、お餅食べて、はい、でとっても彼のパーソナリティに関心があるのは、うん、まあその築山御前を殺されてるとか殺させてると、はい、あれが今で言うと浜松の富塚のあたりなのかな、はいはい、で息子は自害させてると、はい、二俣城で、はい一夜城いろいろイベントや物語をやってね、うんまあ、ドラマの人生ですよね家康というのはいやこれはねもう、桶狭間の戦い、ええ、これは1560年で家康は19歳なんですけど、はい、数え年19ですから今で言うと18歳、高校ですよね、高校3年生ですよ。それでその桶狭間の戦いから、1615年の大阪の陣、これが、家康は72歳か3歳なんですが、その間ずっと戦国時代の第一線で
活躍して、しかもほとんど主要なあの合戦とか政治課題に直面してきたわけですね、うん、こんな人はね、その間実に55年ですから、ね、こんな人は他に日本史上いないんです。で、あの当時として長命で、岡崎なんかにも残ってますけど、うん、家康が好きだったあの味噌の、まあ、だから体にいいものをよく知ってて、はい、まあ、健康オタク、今で言えばアンチエイジングとヘルスケアのオタクだったっていう話もあるんですよね、うんうん、いや、それはね、まあ、有名な話ですが、この薬を自分で作ってた、はい、この薬研をこうゴロ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 やってね、うん、それで自分の調合した薬しか飲まなかったっていうぐらい気をつけてたっていうことを言われてまして、だから周りがみんな死んだり殺したりせざるを得なかったの中で生き残ることだけが重要と、うんうん、で正室はですから築山殿とあともう一人しか持たなかったんですね。で、はいはい、ほとんど未亡人の方をご独立にさせされたり、うん、それが結構すごく仕事のできる女の人を、うん、仕事ができて健康ケアができて、うん、息子娘をその面倒見れるような人、うんうん、だから有能なキャリアウーマンを抜擢して、で戦場にも連れてったっていうのは聞いたんですよ、はい、まあだから半分架空の話と言われてるような、3年前の例のその浜松で正式に撮影された久しぶりの大河ドラマですね、うん、あれ直虎、直虎、いい直虎、うん、はい、女上主、女上主なんですけれども、はい、女でも男並みにできれば使ったと思いますよ、うん、戦国時代は、うん、そんなこと言ってる場合じゃないですもん、うん、そうです、それでね、まあ女性の値打ちといいましょうか、強さっていうものがね、戦国の男たちはよく分かってたんですよ。うん、それでというのはですね、例えば、家康の二人目の正室は豊臣秀吉の妹の旭姫なんですね、うん、で秀吉はなんとか家康をその上洛させるために自分の妹を離縁させて、それで家康のもとに嫁がせるんです、うん、これが実は現代で言うとそれは失礼な話じゃないかなんて思われがちじゃないですか、うん、ところが当時はね、全然それが失礼なことでも何でも頻繁に行われてますよね。そうです、そうです。もう何度結婚しても、うん、それが例えばむしろキャリアになったぐらいね、うん、高くそういうものを評価されてたっていうことなんですね、うん、で行った先で世継ぎを設ければそこの正室に収まって次のいわば当主のお母さんになるわけですから。そうですね、うん、だから非常に女性がね、自由闊達に活躍した時代なんですね。ところが江戸時代になって儒教の教育で国民を抑え込むもんだから、まあそれは戦術ですよね、徳川家の反乱を少なくするということで、そう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 、まあ社会秩序をね、そう利用したわけですから、ね、そうするとああいう女大学みたいな儒教的考え方が蔓延して、女性がなんとなく戦国時代もああいうふうに夫に従順で家に家のためならっていうふうに思われがちですけど、もっともっと行動的で活動的でね、僕は戦国時代こそ日本のルネサンスだったと思ってますけどね、うん。